小枝とお花紙でランプシェードを作りました。神社のクスノキの下に落ちていた小枝をたくさん拾ってきて、輪ゴムやセロテープでテントのような形を作りました。筆で濡れるくらいに薄めた木工用ボンドを枝に塗り、薄い色のお花紙をそっと乗せて貼り付けます。はみ出たお花紙はゆっくり引っ張ると糊のところできれいにちぎれます。折り返して重ねて貼ることもできます。もし破れた時は穴より大きめのお花紙を乗せて筆で優しく糊をつけて貼り付けます。ランプの上にかぶせられるように下は開けておきましょう。お花紙は燃えやすいので明かりには必ず LED ライトを使ってください。ここでは色が変わるタイプのものを使っています。イメージに合わせて切ったりちぎったりしたお花紙を上から貼って模様をつけるとより綺麗です。イメージ通りの色調を大切にしたいときは白い LED ライトをお使いください。